ラジの肉を捕らえてる。次で仕留めるぞ。装填急げ。くそ、まずいな。風向きが変わった。遅かったか。下がってろ、中道兵だ。あとは俺たちが引き受ける。よし、体勢が崩れた。出る。軌道でとどめを刺せ。くそ、どれだ。ヒストリア。団長、わがままを言って申し訳ありません。でも私、これが初めてなんです。親に逆らったの。私が始めた親子喧嘩なんです。私は本当に自分の意志で動いているの。もうわからないけど、こうやって流されやすいのは間違いなく私。私はヒストリア・レイス、この壁の真の王です。レイス家の地下洞窟で見たグリシャの記憶、その中にはエレンたちにとって馴染みの深い男の姿があった。5年前のあの日、レイス家の者たちを殺害したグリシャが顔を合わせていた調査兵団の男。彼の姿はかつて南方訓練兵団でエレンたちを鍛えた教官キース・チャーディスによく似ていたのだ。それに思い至ったエレンの発案で、調査兵団はトロストクにいるキースの元へ向かい、グリシャの過去、そしてあの日エレンの身に何があったのか、彼の知り得る全てを話すよう要求するのだった。結論から言えば何も知らない。それがキースの答えだったが、彼は人類の理にはなり得ない話として、エレンの父であるグリシャや母カルラの過去について語り出した。みなしの呪いが剥がれかけてる。もう一度だ、とどめを刺せ。頭を吹き飛ばした。倒したぞ。やった、よっしゃ。泣くな。俺たちが殺したんだぞ。
動いた。開いてない。それでもやるしかない。ニケさん、無事だ。いや、よくやった。ハンジさん、今だ。ニケさん。俺、まさか。ライナー、出て。その知恵を絞ってようやくできる抵抗は、そうやって炙られ続けることなのか。なら、分かったよ。今楽にしてやる。エレンに託すんだ、僕の夢、命、すべて。きっとエレンなら海を見てくれる。次はエレンと馬を。これは硬質か。取った。最初にエレンは動けないと思わせたのも、アルミの抵抗も、硬質化した巨人のカカシを作るための時間稼ぎ、全ては僕の隙を作るため。分かってたはずなのに、お前が誰よりも
勇敢なことぐらい。志願しなくでの死闘を終えて、調査兵団はついにイエーガー邸の地下室へとたどり着いた。そこに残されたグリシャの書物とエレンが父から継承した記憶の中には、この世界に残る多くの謎を解き明かす鍵が眠っていた。そして巨人を随意に操る能力、9つの巨人の力を継承した者が継承から13年で命を落とすという非常な現実と、エレンがグリシャから受け継いだ巨人の名もまた明らかになる。進撃の巨人、それはいついかなる時代においても自由を求めて進み続ける巨人の名であったという。そして時は流れ、1度目の超大型巨人襲来から6年、時間をかけ着実に巨人を駆逐していった調査兵団は、ついにウォールマリアの外へと壁外調査に出る。だが依然として壁の外には行く手を阻む敵の姿があった。目標地点へと近づく調査兵団に巨人の影が迫る。潮の湖があるって、僕が言ったこと間違ってなかっただろう。ああ、すっげー広いな。ねえエレン、これ見てよ。壁の向こうには海があって、海の向こうには自由がある。ずっとそう信じてた。でも、違った。海の向こうにいるのは敵だ。何もかも、親父の記憶で見たものと同じなんだ。まあ、向こうにいる敵、全部殺せば俺たち自由になれるのか。